吉根さん、昭和の時代ですか。昭和時代は64年までありましたね。64年間の時代、センテンス、それが昭和だったんですけども、昭和っていうのはみんながね、勉強して世界に目を向けて、昭和20年前後、戦争が始まり、それが終わり、大東亜共栄圏が、一つね、終焉を迎えて、そして高度経済成長、10年20年のうちにあっという間にですね、日本は焼け野原から世界第2位の経済大国までのし上がってきたと。そして同盟国アメリカっていうのはかつての対戦国だったというね、すごい歴史だと思いますよ、昭和ね。でそこから平成っていうのはなんかあっという間に終わったような感じがした。30年で令和という時代に手がかかったんですけども、ではですね、昭和の前の大正時代って何だったんでしょうかね。大正デモクラシーっていうのはね、東大元暮らしとなんか因が似てるんで覚えてる方もいらっしゃると思うんですけども、大正時代っていうのは確かに14年ぐらいしかなかったんですよ。で大正時代の大卒の初任給、当時大卒に行く人って超エリートですからね、大卒での初任給がだいたい50円と言われた時代です。大卒の初任給が50円の時代から80年ほど経った西暦2000年、さあ世の中どうだったでしょうか。多分ね、初任給むちゃくちゃ高い人で大卒で25万とかっていうのがあると思うんですよ、むちゃくちゃ高いので。そう考えるとこの80年ぐらいで給料って5000倍になってるんですよね、80年で。じゃあ単純に40年で2500倍としてみましょう。20年で1250倍ってことですよね。じゃあ西暦2000年から2020年の20年間1250倍になってますかね。多分横ばいかちょっと落ちているぐらいなんじゃないですか。っていうことは、経済的にも文化的にも活動的にも実はね、すごく鈍化してるんですよね、成長が。組織としては鈍化してるんですよ、日本としてとかね、企業としてとか、マーケットとしては鈍化してるんですよ。ただその代わり個人に目を向けた時にもう極端にね、成長してる年収が1億とか10億とかっていう個人がボンボン生まれてきたのもこの20年30年のね、特徴的なところだったのかなと思います。でここまでをまとめると、富がみんなに平均的に渡ってるんじゃなくて、一部の方に極端に集中して、それ以外の方にはあまり分配されてないというね、そういうふうな構図が平成時代っていうものの正体なんではないかなと思うんですよね。で不思議なのはね、情報が民主化されて誰でも情報が使えるようになって、誰でも新しいビジネスに参入することができて、規制緩和で自分の思ってるような人生を昔よりはね、デザインすることができるようになったんですよ。昭和の時代前半ってのはどうだったかっていうと、基本的に農家が多いわけですよね。で、でっち奉公出たりとか、それこそ集団就職とか、で、学歴もみんなないと。で、徴兵もある。めちゃくちゃですよね。自由がほとんどないと。そのほとんどない中で選択肢を選ぼうと思っても、ほとんど変わらないんですよ。例えば一つの村がありますよね。その村が大体人口が100人とか150人だとしましょう。本当にそんなもんですから。で、その中でたまたま知り合った人と一緒に仕事をしたりね、一緒に結婚してみたりとかっていうので選択肢限られてるんですよ。で、その村の中で結婚相手が見つからなかったら、仲人さんみたいなね、そういうおせっかいな人がいて無理やりくっつけるとかね、余ったもん同士、もう値段が年齢が近かったらどっちが年上どっちが年下あんまり関係なくドカーンといくんですよね。で、どうしてもいなかったら隣村のねとかね、向こうのねとか、そういうので遠距離から組み合わせていくみたいなことがあったんではないかなと振り返ってますね、いや時代ってのは面白いですね。だから昭和の時代っていうのはぐーっといったんですけども、平成の時代に高度化して令和の時代にはね、ご覧のようにしょんぼりしてるわけですよ。で国もまともな税収が集まらないんで、強制的にね、消費税で回収しようとしてると。で競争が激しいようで、競争を求めるものは極端に減ってね、横一線とかね、不公平なくみたいな言葉で丸められているのかなと。どれがいいのか悪いのか分かりませんけども、そうした時代の隙間の中で確実にですね、自分のルートを引いている人がいるんだろうなと思います。それは多分ね、隣の人のことを気にしない人なんじゃないかなと思うんですよ。隣の人を見ると自分との比較が始まって、自分の方が間違ってるんじゃないかなっていう考えから、隣の人とか周りの人とか多数の人の意見に合わせようとすると。そういうのが日本の国民性だっていうふうに言われれば、それまでなんですけども、だったらこの日本人としての国民性がここまでね、日本人自体を貶めているんだったら、ちょっと考え方を変えて、一
人のことを気にせずに自分の人生を生きるっていうふうにね、転換しなければなかなか変わっていけないんじゃないかなと思うんですよ。確かにね、勤め人は安定してるように見えますよね。どこどこに勤めてるんですって言えば信用は得れると思うんですよ。でも自分が起業して事業してるんですって言ったら、やっぱりね、大丈夫なのみたいな感じになりますよね。でも不思議ですよね、それがね。自分で商売をやる気概があって、自分で商売、お金の動きをコントロールできて、自分で商品作って自分でセールスができる、そういうふうな総合商社、小さいけど総合商社なのが、個人事業なんですよね。でもサラリーマンっていうのはある一部分のことしかやらせてもらえなくて、プロジェクト全体見れないわけですよ。しかも決定権はないし、なんかこういう考え方もできるんですよね。勤め人サラリーマンっていうのは、頭を下げる相手がね、ほとんど決まってるんですよ。で、会社の上司とかですよね。でも社長になって自分が起業すると、世の中の全ての人に頭下げないと、いつどんなチャンスがあってその人が顧客になるか分からない、もしくはたまたま何かでね、カチンコした人が実はうちのお客さんだったみたいなことになりかねないんで、やっぱりね、すごく身を正すようにもなってくると思うんですよね。その中で顧客の数って増えればいいのかってことなんですよ。これ理由2つあって、増えすぎるともうすでにね、コントロールできなくなっちゃうんですね。誰がお客さんか分かんないみたいな状態になってくると、いろんなことに萎縮だったりね、忖度が始まるんですよ。例えばね、先生はけしからんとかって思ったとするじゃないですか。でも自分のお客さんに先生がいたら言いにくいですよね。だからだんだん発言が一般的なものになっていって、エッジの効くものにはならなくなってくるんですよ。これは与沢さんの言いようですけどね。で、反面自分の考えを一本筋通そうと思うと、組織が小さいとそれはやりやすいんですよね。まあそういうふうにいろいろとこう振り返ってみると、私たちはね、まあ自分にはまっすぐ生きてるんだろうなと思うんですよね、この形で。で、再生数が上がろうと下がろうとはあんまり関係ないと。たまにね、こんな再生数で何やってんのとかね、思われますし言われますけども、コメント欄書いてあったりするんですよ。再生数少な W みたいなね、書いてますけども、今は全然気にならないんですよね。っていうのが、この再生数の少なさできちんと大きな売り上げを立てているっていうところを見ると、全然こう蚊が刺したようなコメントですよね。で、本当にね、再生数少なくって、で、実績もなかったら痛いですけどもね。でも再生数少なくてもたくさん多いアクセスも取れますからね、やっぱり作為的に。でも作為的に多いアクセス取ると、それは面白くないんですよ。自分の興味があることじゃなくって、マーケットに当たることを計算し始めるからなんですよね。だから SEO 対策ってのはやれば効果出るんですけども、今はそんなに意識してないかなと思いますよ。自由に発信するから、その情報が届く人が限られていて、だからこそ自由なんじゃないかなと思うんですよね。さあ、今回の動画まとめさせていただきます。自分の力量に応じた道を行けばいいと思うんですよね。その中で幸せってのは必ずつかめますし、ビジネスにしてみれば自分の力量で自分を養うことってできますからね。というよりも、そういう道を選ばないときついですよ。どんだけ儲かっても力量を超えていくと、どうしてもね、目が届かなかったり足元すくわれたりってのが出てきますから。いや、それはあんまり私は希望しないですね。今回は以上です。